こんにちは、速稼塾の久保です。今回のですね、メンバーシップ情報倉庫はこれね、紹介していいのかなと思ってるんですけども、治験ですね。治験っていうのはどういうことかというと、まだ正式に承認されてないお薬とかね、治療方法ってありますよね。その最終段階でもうずっとね、実験を繰り返したものの一番最後に健康な人体に、まあ注射なり投薬なり、まあ何かの施しをしてですね、施術をして、で様子が変わっていくかどうかなっていう経過観察をするんですよね。まあそれに参加すると治験ボランティアの、まあ報酬といいますかね、謝礼としてお金がいただけますよってことです。ですんで、治験を受ける方に基本的にやる作業ってのはないんですよ。でスキルも不要です。基本的には治験を言われるがままに受けて、体温を測ったりとかね、身長を測ったりとかいろいろして、まあなんか投薬なりなんなりを受けてですね、それでしばらくずっとして、で終わりましたったら帰るだけということですよね。で、やっぱりね、大きなトラブルに発展したってことは、まあ、めったに聞かないんですけども、ちょっとでも気味が悪いじゃないですか。まあ、ですんでね、この情報倉庫で紹介するのはどうかなと思ったんですけども、今回はね、まあ報酬も大きいのと、あと簡単なんでね、紹介しようかと思ってこの動画にさせていただきました。で募集地区なんですけども、これがね、大阪なんですよね。どこって書いてあったかな、まあ大阪ですね。大阪市天王寺区、最寄り駅は上本町駅ですか、この近くです。で、大阪府豊中市最寄り駅、阪急宝塚線庄内駅、この近くというふうに、まあちょっとね、今の時点で申し上げさせていただきます。で治験の期間は通院1回です。ですので入院したり宿泊になることはありません。血液検査をしていただきます。で参加条件なんですが、20歳以上の男女いずれかです。で新型コロナウイルスの感染歴があり、詳細を確認できる方ということになってますので、まあ、陽性反応が出てないよって方、もしくは検査を受けてないよ、コロナウイルスにかかった経験がないよって方は、今回はちょっとね、募集に参加できません。であと保険証をお持ちの方ですよね。まあ大抵保険証はお持ちだと思いますけども、いかがでしょうか。その他本格的に希望される方には細かい、条件確認をしますので、今お話したのが全部ではありません。そしてこれですギャラですけども、治験に参加されると、まあ、いろんなね条件をクリアして OK ですよってことになりますと、治験参加の報酬が1万円です。プラス交通費が1万円で、合計2万円は必ずもらえます。その他ですね、いや自分は治験には参加したくないんだと、でも報酬が欲しいんだって方は、メンバーシップ情報の方で、まあ、その方法を聞いてみてください。この場ではちょっとこれだけは、内緒にさせていただきます。その自分は治験を受けないけども、だけどっていう方はね、報酬が欲しいよって方はメンバーシップに入ってどういうことなのかを聞いてほしいと思います。そこではね、報酬1万円のお話をさせていただきます。ということで、治験も受けるし、メンバーシップでその情報も聞くし、それを活用して交通費ももらうしってことだと、最大で3万円の今回報酬になります。で、最大で通院回数は1回ということなんで、最低0回どういうことじゃみたいな感じですけども、まあ、1回ですね、詳しくはですね、メンバーシップの方に参加して、そちらの方で情報を取っていただきたいと思います。そちらで詳しくお話しています。今回はですね、報酬2万ないし3万の治験、新型コロナウイルス陽性経験者の治験に関しての情報発信になります。で、深い話が知りたい方、もしくはメンバーシップに入って今回のお話を再配信して、一定のね、アクセスを集めたい方、ぜひ活用してください。メンバーシップは月間390円です。そして390円で入っていくつか情報をバババッと取ってですね、そのまま大会をすぐされても全く構いませんし、情報を受け取ったらすでにもうその情報はあなたのものですから、どう活用するのも自由でございます。私は特に文句言いません。ただし、情報の発信、そして情報の活用に対して、まあ、考えられるトラブル、考えられないトラブル、これはもうね、当たり前ですけども、自分持ちでお願いします。私がその情報の内容を保証したりとか弁償するような内容ではありません。ただね、面白い情報、参考になる情報、そんなこと知らなかったみたいな情報だと思って聞いていただければと思います。ただ、活用して月間のメンバーシップ経費390円以上のものが店の中に入ってくるものばかりを紹介しますので、儲かる可能性は高いと思います。
プラス本当にやっていただきたいのは、自分自身でメンバーシップを活用すること以上にね、このメンバーシップの情報倉庫になる中にある情報をネタとして情報発信にトライしてもらいたいんですよ。それこそ毎日発信できるはずです、ということでね、今日は知見のことに関して、メンバーシップでお知らせしております。よろしかったらメンバーシップ390円で参加していただいて、毎月390円なんでね、1ヶ月だけ入るのも全然 OK です。そしてですね、情報倉庫の中にあるお得な情報、意外な情報、知らなかった情報をゲットして皆様の生活にご活用ください。では本日は以上です。